クリームヒルトとグンター・クリームヒルトは、ニーベルンゲンの歌に登場する英雄、ジークフリートの妻。物語の前半と後半で人格が著しく変わっているが、これはもともと二人の異なる人物をまとめたため、起こったのではないか、との説がある。ブルグンとオー・グンターは、イースラントの女王ブルムヒルデと、グンターの妹であるクリームヒルトは、ニーデルランドの王子ジークフリートと結婚し、 平穏に暮らしていた。しかし、ブルグンと王妃、ブリュンヒルトは、義妹のクリームヒルトが自分に対して、王平な態度を取るのが気に入らず、ある日口論となった。彼女たちは、どちらの夫の方が偉大であるかをめぐって、激しく言い争うが、この時クリームヒルトは、グンター王がブリュンヒルトに求婚する際、ジークフリートの手を借りたことを暴露してしまう。 名誉を激しく傷つけられたブルムヒルトは復讐としてジークフリートの暗殺を決意し、軍ター王の側近、ハーゲンによりジークフリートは背中の急所から心臓を刺され殺される。クリームヒルトはジークフリートの遺産であるニーベルンゲンの財宝を得て、これを奇戦を問わず惜しみなく施し人身の人気を博した。しかし、ハーゲンは財宝で、 彼女が兵を雇い復讐をなすのではないかと警戒し、グンター王に残言して、ニーベルンゲンの財宝をライン側の底へ隠匿してしまった。クリームヒルトは、ジークフリートの死後、13年経っても、喪服を着続け、嘆き悲しんで暮らした。噴俗の王、妻を亡くしたイッツェルが、再婚相手として、クリームヒルトを望み死者を送った。 今だも服のクリームヒルトは当初これを拒否するが、粉族の力を使えば復讐が達成できるのではないかと思い直し、エッゼルと再婚した。粉族の王妃となったクリームヒルトは、数年はおとなしく過ごし、人民の人気と王の信頼を得た。気が熟した頃、クリームヒルトは夫である王に、兄、グンターや弟たちに会いたくなったので粉族の、宮廷に招いてくれるように願い出て、 了承を得た。彼女は死者にハーゲンが訪問に加わらないようであれば、紛族の国を知るのはハーゲンのみであることを言い含めるよう伝えた。グンターは妹の恨みは時間が解決したものとしてこの招待を受けた。ハーゲンは警戒するが、グンター王の命令で武装しつつも紛族の宮廷へ赴いた。ブルグンとの一行はエッゼル王の艦隊を受けた。 その陰で、クリームヒルトは、自らの息のかかったものを使い、ハーゲンの暗殺を図るが、なかなかなわなかった。王妃が計略を巡らせていることは、ブルグント側にも伝わっており、少しずつブルグントと噴属の間に不和が広がっていった。チナマグ裁量陣営の王酬が散発するが、グンター、エッツェルル王はまだ争うつもりはなかった。しかしブルグント側の宿舎が襲われ、 ハーゲンは、異種会しとして、エッツェルオとクリームヒルトの間の息子を殺害した。これを契機に、ン族と、ウルグントと戦闘状態に陥った。クリームヒルトは、ハーゲンの首一つで包囲を解くと提案するが、ウルグント側はこれを拒否したため、彼らが牢状する広間を焼き討ちにした。戦いの末、グンターとハーゲンは池取りにされ、二人を別々の牢へ投獄された。 クリームヒルとは、ニーベルンゲンの宝のありかを、ハーゲンに、白状させようとしたが彼の関係にかかり、グンター王を斬首させてしまった。財宝が得られないことを知ると彼女は、ハーゲンが自分のものにしていた、ジークフリートの剣で撃ち落とし復讐を遂げた。しかし、捕獲された捕虜を切ったことに行き通った、ン族の確証ヒルデブラントにより、彼女も殺害された。死の得た。 ボルスンガサガには、牛貴王グンナルの妹、グズルーンという人物が登場する。彼女の夫シグルズは、兄グンナルと弟、グットルムによって殺されてしまうが、復讐はせず、グンナルと和解する。グズルーンは、その後、フン族の王アトリと再婚するが、アトリは、牛貴族の持つ黄金を欲し,し、グンナルとその弟、ホグニオを引き寄せ殺してしまう。グズルーンは、 兄弟の仇を討つためにアトリを殺し、館に火を放つ。復讐の後グズルーンは海に身を投げるが、一命を取り留める。彼女は、ヨーナクル王と再婚し、三人の息子を儲ける。グズルーンとシグルズの娘、スバンヒルドは、イェルムンレク王と結婚するが、王は、彼女の不定を、疑い馬で引き殺してしまう。グズルーンは息子たちにスバンヒルドの仇を討つよう、命じるが、 復讐が果たされることなく息子たちは全員死んでしまう。クリームヒルトとクズルーには下記のような共通点が存在する。しかし、両者の復讐の動機と対象は異なっている。クリームヒルトの動機は夫の仇を打つことであり、対象はハーゲンである。粉俗の王はそのために利用されるに過ぎない。一方、クズルーの動機は兄弟の仇を打つことであり、対象は 噴属の王である。なお、リヒャルト・ワーグナーのニーベルングの指輪においては、彼女に相当するグートルーネというキャラクターが登場するが、ジーク・フリートの死で物語自体が終わってしまい、その存在感は薄い。ドイツ人作家バルター・ハンゼンは、物語前半におけるクリーム・ヒルトのモデルはクズルーンであり、後半のモデルはハンガリー王・ヒギー・ゼラであると主張している。 ギーゼラの夫イストバーン一世は、ハンガリーのキリスト教家を推し進めた聖人であり、夫を支えたギーゼラ自身も副社に劣せられている。しかし、王の功績は反対派との抗争や弾圧、粛清を伴うものであった。王の死後、ギーゼラは、温和な王をそそのかし、多くの人を死に追いやった悪女として、年代記の中で語られることになる。そのような、歪められた記録をもとに、 ニーベルンゲンの歌の詩人は、クリームヒルトという人物を創作したのだという。また、ハンゼンは、エッツェル王は、アッティラとイシュトバーン一世の合成によって生まれた人物であるとも述べている。W ハンゼン長、金井英一、小林俊明役、ニーベルンゲンの歌の英雄たち川で処防審者。ありがとうございます。